こんにちは。ここは東京羽田空港第2ターミナル、全日空側のモノレールのターミナルの駅です。今回はここから飛行機に乗って福岡へ行くんですが、まあ、その飛行機にもですね、まあ、どうやって行くかっていうのは私が予約をしていた時に変なものを見つけたんで皆さんに紹介します。まあ、これ福岡便のね、まあ、全然関係ない日の、予約の画面なんですけども、ここにですね、カッコ73パーとかですね、7パー P とか722とかですね、76 P とかなんかいろいろ7パー Q とか、ね、書いてあるわけなんですけども、見慣れないものを目撃して、この 78M これは何だと思ってね、これで、まあ、見たわけですよ。この 78M ってちょっと興味があるなと見たところですね、この前方の子がこれプレミアムクラスで、後方が普通席なんですけど、まずプレミアムクラスがなんかやたら、まあ、普通プレミアムクラスっていうのは、まあ、せいぜいまあこのぐらいの数なんですけど、こんなにあって全部で42席なんですよ。で、普通のプレミアムクラスは232なんですけど、222なんですよ。だから普通のプレミアムクラスよりもちょっと横幅がね広い。なんだこれだと思って見たらば、これはですね、ボーイング787の8型のですね、国際専用のやつをなんか余ってるんで、今国内線で割と定期運用みたいな形で普通に使ってるらしいんですね。多分これは僕が韓国に行った時に往復で使った時のビジネスクラスの席と同じやつだと思うんですけど、まあ、普通のプレミアムクラスの席より断然快適ですから、これで行けるんだったらいいなと思いまして、まあ予約をしたんです。出発の10分前になったので乗り場に向かいました。向こうに見えておりますのが今日の飛行機、ボーイング787です。787は国内専用でいっぱい使っていますが、今回乗りますのは国際専用です。外からの違いは特にないんじゃないですかね。乗り込みますとこんな感じ。私の隣、最初に予約した今日の朝の時点では誰もいなかったんですが、夕方にかけてどんどん埋まってきました。隣にもおじさん、結構しっかりした会社の方なんじゃないですかね、座られまして、まあ、これがですね、普段のプレミアムクラスの座席です。国内線でよく飛んでいる座席はこの革張りシートのこの形をしております。で、今回の座席はこれです。全体を写した写真はこれぐらいしかないんですけれど、見た目にはね、そんなに高級感とか違いはないかもしれないんですが、これ飛行機の中に入った時はすごいですよ。天井が広い、そしてすごく落ち着いていて座り心地もいい。これはまた、もし次も 78M と書いた飛行機、このタイプのプレミアムクラスの席が飛んでるんだったらば、ぜひこれにしたいなと、座った瞬間に思えるような快適な座席です。もう普通のやつとはね、全く作りが違います。わかるかな、これ相当重厚感があるでしょう。そして全ての座席にモニターが配置されています。まあ国内線でこれがなきゃいけないかっていうと別になくてもいいと思うんですけど、これ国際線では使っております。今どこを飛んでるかとかね、映画を見るためのモニター、国内線でも同じように機能するようです。それから前の座席の下に荷物を入れることができます。普通のプレミアムクラスの座席だとこれはできないんですよね。だからちょっとめんどくさいんですけど、この大型なやつだと足元も相当余裕があって、これはいいですね。値段は基本的に普通のプレミアムクラスのやつと変わりませんから。で、席もいっぱいあるので予約は取りやすい方なんじゃないかと思います。プレミアム上級席に乗りたい人だったらば絶対におすすめできる機材です。キャビンアテンダントの方がもうこのご時世ということで新しいサービス、また全日空で始めたんですね。アルコールの除菌シートを配って回っていました。どうぞ一つお取りください、多分もっと欲しいって言えばくれたでしょうね。私がみかんを持ってちょうど食べようとしていたからかどうかは分かりませんが、こんなビニール袋もくれました。もちろんみかんもね、周りはあらかじめ除菌しておいたわけですけども。で、この使った袋なんですけども、みかんはね、離陸の前に全部食べてしまったんですが、この脇のところにビジネスクラス用の座席だということで、いろいろと物入れがあります。ビジネスクラスの座席ってなんか忘れ物しようと思ったら5個とか6個ぐらい忘れ物できるんじゃないかというくらいに収納が豊富にありますので、まあとりあえずここにこういう風に入れときましたけど、大事なものは僕は入れたくないですね。ちょっと逆におっかないからね、ちゃんとしてる人はいいんでしょうけど。そして前の座席まであまりにも離れていますので、手元のリモコンを使って操作するということになります。キャビンアテンダントの方が喋っているときにはちゃんと聞いてもらうために操作はできないようになっています。ここで機内の安全ビデオを見た後にコロナウイルスの対策についてのビデオがまた流れ始めました。全日空では最近コロナウイルス対策を熱心にこのようにみんなに伝えているわけですが、こんなこともやってるのかと、これ自体一つ見るにも面白いものです。なるほど、こういう風に接客のやつもあらかじめ研修とかやってるんですね。それから空気循環、なんか飛行機の空気循環ってのはすごいいいらしいですよね。それどんな風になってんのかな。病院の手術室でも使われている高性能フィルターを備えており、上空の新鮮な空気を取り込みながら3分に1回という速さで機内の全ての空気を入れ替えています。多分なんかエンジンの排気とかが入らないようにフィルターを備えてるんでしょうね。で、天井から床下に空気の流れができてるってことは、別に前方席でも中ほどでも後方席でも
なんか前の方の席の空気がなんか後ろの方へ流れていくとか、そういうことは特になさそうですね。それね、大変参考になりました。衛生的で清潔な環境で、これでまたね、実際こういうところでもね、皆さん全日空の方がいっぱい拭いてらっしゃるんですよ。頻繁に本当掃除されてるっていうのはもうまさにこの映像の通りです。かなり気を使っている会社だと思いますね。それだけ大変だということでもあると思います。お客様同士の不安解消のために機内とそれから空港内ではマスク等ご着用ください。マスク等という言い方がまたいいですね。マスクが難しい方は他のものでもっていうことなんだと思います。できるだけ事前に手荷物をお預けください。これはね、僕も今回はやってきました。荷物預けた方がいいかな。まあ14キロも荷物があったからなんですけどね。降りるときは間隔を空けていただくようお願いします。これどうですかね、普及してますかね。結構全くのねキャビンアテンダントの方はこれがちゃんとできるように意識してやってるようでした。社長の方も変わったんですね。安心で清潔な環境サービスを提供してまいります。実際そうですからね、綺麗ですから。この動画が始まってもうすぐ3分、まもなく全て入れ替わります。おお、これはなんかすげえな、いいオチだなと思いました。これなんかすごい動画作るプロみたいなのがやってるんでしょうね。飛行機はその間に滑走路のところへ速やかに回ってきて、まもなく離陸です。そんなことを言っております。皆様、離陸いたします。シートベルトをどうぞもう一度お確かめください。福岡空港到着時刻は18時25分の予定です。最近飛行機がすごい少ないからでしょうね。出発してからすぐに滑走路のところまで行ってすぐに飛んでって、飛んで飛び立ってからもあっという間に降り立ちますから、予定時刻よりもすぐに空港に到着してしまうということが普通になっています。お客さんが少ないかっていうと、お客さんはいっぱい乗ってるんですけどね。最近東京周辺の離陸のルートが変わったようでして、だいたいここを通っていきますね。ぐるっと回って隅田川の上空とかを抜けて浅草とかね、それから東京都心、東京駅とか上野駅とかも見えるんですよ。そういういいところを飛んで、そして西の方面へ向かうというルート、割と頻繁に通っています。前通りの東京湾上空から千葉の方を回っていくというのも多分あると思うんですけどね。これ今多分臨海副都心の方面を見てるんじゃないですかね。結構座席の間隔が広いので、遠くの窓も通路側のところからでもしっかりと見ることができるし、また座席がかなりプライベート感の高いものになっていますので、他のお客さんの顔が見える、また画面に映り込むということもありません。結構飛行機の上級席でカメラ回して外を撮りまくるとかやりづらいですからね。座席の設備を映すことについてはなおさらなんですけども、まあ、ここは注意してやっていこうと思います。いい感じの夕方になりましたよ。さて、座席のリクライニングとテーブルはお使いになります。言われたら、このリクライニングをね、倒しておくというのが、やはり、今回の搭乗の、まあ、一番の醍醐味かと思います。これ分かりますかね？どうしてもね、座席の全体とかを取るような時間とか、それから人がいませんので、どうしてもこんな風になってしまうんですけど、ウィーンとこうやって座席が前に倒れてですね、JR 東日本のグランクラスが、なんか 1.3 倍ぐらいより倒れるようになったような感じの倒れ方をします。で、ほとんど歯医者さんのベッドに寝ているような状態になります。これすごい快適です。歯医者さんのベッドってめちゃめちゃ快適だと思うんですよね。僕しょっちゅう寝ちゃってましたもん。この光景もまたデラックスな感じがして、目にも美しいですね。隣にもお客さんがいますんで、その方になるべくこいつ何やってんだ先から、思わせないようにしつつ、結構思わせちゃったんじゃないかなと思うんですけども、このような自分の方なの撮ってみましたが、わかりますか？もうほとんど寝た状態ですよ。完全に寝てるわけじゃありませんが、韓国に行くときにもう疲れて、帰りは座席倒して寝てましたが、普通に眠れましたね。国鉄の R27 の座席あると思うんですけど、あれよりも快適です。それでわかるかって言ったらわかんないような気がするんですが。ただね、ずっと倒しておきたいところではあるんですけど、今回プレミアムクラスは毎度そうですが、お食事がつきますんで、さすがに食事いらないっていう勇気もなくて、ちょっとお腹も減っておりましたんで、テーブルを取り出して、お食事のご用意いたします。簡単なサンドイッチなど持ってきてもらいます。隣の方もね、すごくきちんとした方でね、共有のテーブルがあるんですけども、そこをお互いに何も言葉は交わしませんでしたけれど、それぞれの消毒用の、シートで半分ずつ、
拭いておくということをしました。これがサンドイッチですね。まあ、手づかみで食べるのもはばかられましたんで、最近ではなるべくこういう風な食べ方をしています。やっぱ接触感染は怖いですから。いい感じですよね。日没の時間になっても、空の上の方だったらもうちょっと多分日没が遅いですからね。美しい夕景を大抵見ることができます。そして食事を食べ終わったら、これ確かね、左のボタンなんですけど、このキャビンアテンダントの人を押す呼ぶボタンが左 で、真ん中を押すと呼び出しキャンセルだったと思うんですよ。で、とにかく一番左のボタンを押してたらね、食器も下げに来てくれました。普通のプレミアムクラスだとその機能はないんですけどね。それからね、気づいたのが保安検査証のところにグループ6番って書いてあったんです。僕いつも大体もう搭乗は最後のもう10分前までにお越しくださいって言ったら11分前ぐらいに行くんで、優先搭乗とか使わないんですけど、あのダイヤモンド会員とかプレミアムクラスの場合はグループ1番とかグループ2番で、まあ、真っ先にもしくはそのすぐ後ぐらいに超早く飛行機の中に入れるんですけど、今回はグループ6番だから、かなり後の方に乗れという指示なんですよ。これおかしいなと思った。今ねコロナ対策の関係で、もともとグループ4番までしかなかったのを細かく区分けして、前方席の通路側の方とかはもう一番最後の方に乗り込むように案内しているそうです。お客さんたちが交錯しないようにするための知恵ですね。コロナの状況になってもどんどん様々なサービスの方法を考えて編み出して、もう大変なことですよ。お茶をもらいました。お茶美味しかったですね。飛行機の中に入れてんのかなって感じの緑茶でした。お茶菓子が出てきたんでお茶がないとね。さあそれを食べ終わって寝ておりますと時間切れです。ポーンと音がして、飛行機間もなく到着しますんで、はい座席のリクライニングを持って戻してくださいね、放送がかかります。こればっかりはね、法律で決まってますんでね、そのままにしとくわけにはいきません。僕一回なんかの飛行機に乗っててね、ビジネスクラスで、それ何も言われなくて、飛行機が着陸する直前まで全部倒して寝てたことあるんですけどね。あれはどうかと思いますけど、まあ、気づかなかったんだからしょうがないですよね。さあ、飛行機はこのようなわけで順調に福岡空港に飛んできました。この動画短いですけど、体感時間もやっぱり短かったですよ。すごい快適でしたからね。夢のような時間だったな。国内線でこんな快適な思いができるのっていいかもしれない。国際線とかだったらまあ金払えばファーストクラスとかフルフラットのね、あの座席とかありますけど、国内線は基本そういうのないですから。この 78M の、デラックスプレミアムクラスですが、これは札幌便、大阪便などにも使えることがあるそうでして、結構頻繁にね飛んでいます。だからまあ自分の行き先のところでも、まあ、飛んでいることがあるかもしれない。皆さんもよかったら見てみてください。普通席も国際線仕様となっています。でもキャビンアテンダントの人はこれ大変そうですよね。42人もお客さんがいて、その人たちにみんな食器とか出さなきゃいけないわけですから、その分の人員とかは特にないでしょうし、乗る方としては嬉しいんですけども、周りのお客さんたちを見ると飛行機マニアとかね、飛行機 YouTuber とかそういった人たちあんまり乗ってなくて、まあ、どちらかというと周りの人たちは普通の出張客のようでした。で、この私みたいにね、もうバカみたいにリクライニング全部倒してるようなお客さんも特にいなかったんですよ。要するにそれはもうこのプレミアムクラスの座席とかそういうのを狙って乗ってるんじゃなくて、ただ単に、あ、今度の便はじゃあプレミアム空いてるからそれで行くかというお客さんがただたくさん集まっただけなんだと思います。ということはプレミアムクラスの需要は結構大きいということですよね。キャビンアテンダントさんは大変だと思いますけれど、しかしこういうふうに上級席がたくさんある便はもしかしたら今のコロナ禍の状況においては増収策にちょっとは役立っているのかもしれません。そういうわけで当面の間、国際線仕様のボーイング787は全日空の国内線常連として顔を出し続けるのではないでしょうか。あくまで素人の考えです。ご視聴ありがとうございました。